どうも、山城と申します。すみません、ちょっとね、今日、緊急で動画を回してますけど、ものとしてはね、4つ目の、恵方巻き徹底調査シリーズの、やつで、多分ね、第6回とかになってると思うんですけど、すみません、ちょっとね、順番が、若干しちゃうんですけど、入れ替わっちゃう上に、これだけ普段投稿してる時間と別の時間に多分上がってると思うんです。すぐに上げると思うんで。何かというとですね、イオンさんのやつをやろうと思います。っていうのは、イオンさんのやつが、調べとったらですね、1月の10日で、なんか、葬式割引の、打ち切りがあるらしいんですよ。なんて、10日まで上げないといけないなっていうことがね、今さっき発覚したんで、急いで資料作って、それで、なるべく早、なる早でね、アップロードしようというような形になっております。で、そのね、シリーズとしては、もうすでに他のやつ作ってるのがあるんですけど、それよりも先にね、これは10日っていうことをやったんで、ちょっと急いでね、なるべく早く入れようってことでね、ちょっとガビガビの状態でやってるんで、ね、すみませんけど、ちゃんと、流して紹介しようと思います。で、ただ、イオンさんが紙のなんかパンフレットが、現地行ってみたんですけど、ちょっと、紙のパンフレットが、見当たらなくてですね、で、それちょっと電子のやつのやつをデータにしてね、インターネットのやつを重複したんで、ぜひね、そのページをね、一緒に開いてもらって、見てもらうと分かりやすいかなと思いますんで、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、概要欄にね、またリンクを貼っておきますんで、そちらを見てもらったらいいかなと思います。ということでね、早速見ていきましょう。よいしょ。まず去年のデータからね、おさらいをしていきたいと思います。はい。ということでね、去年のデータを見ていこうと思いますけど、去年のイオンさんの特徴としてはね、かなり品目数が多い。26アイテムありましたよと。そんな中でですね、特徴としては、こちら、極み太巻きとかね、このあたりの1000円台、中盤。ですから、結構ね、コンピとかだったらフラグシップになってきそうなぐらいの、高いやつ。でもこれ、ここもそこら辺フラグシップにしながら、中にはね、この神戸牛や伊勢海老使ってる1万円オーバーっていう、すごい超高級なやつね。他にもね、これあたりって6000円台とか、いうのがわーっと散りばめられていて、意外と高級志向な、ものが多いなという、内容になっていたなということでございましたね。安いやつだとこのあたりとかですね、ハーフのやつでね、マグロ使う時のハーフとか、いったりとかだったんですけど、意外と恵方巻きを、あれですね、もう4種セットのね、やつとかっていうふうになっていたんで、この場合は海鮮恵方巻きね、ですから、この海鮮恵方巻きが、どうも、恵方巻きとしての取り扱いみたいな感じになっていたということなんで、結構ね、高級志向な、ところがあるのかなっていうのが、見て取れるところでした。じゃあ、今年のデータで、ね、どうなってるか見て取れる。去年がちなみに26年ありましたよということで多かったですよ。確か2番目の数字だったんですよ、これが。スーパーさんの次でしたよね。ってことで、今年はどうなのかっていうのを見てみると、こうなりました。と。こっちですね。さあ、こうなりましたよ。と。こんな感じで、極み太巻きがね、ずっと入ってくるんですけど、片方の部分はね、全部それの順番だと思って作ってくださって、ちょっと片方のデータを、そっちの方が良くできなかった。ってないですね。ちょっと片の部分はね、ホームページのリンク貼ったので、それをね、一緒に見てもらったら、またで見てからね、それでちょっと見てもらうといいかなと思います。で、ここがきちっと取れてますけど、去年と同じく、フラッグシップに行けるのは、極み太巻きと、小海鮮恵方巻きということで、これ詳細はまた、マックスバリューのやつは、そっか、後になるのか、ですけどね、またね、そっちの方で喋ってるんで、ちょっと詳細あれですけど、こんな感じで、
フェニアーナのとこは入ってるけど、そして吉崎さんが監修っていう形で、特にイオングループのところは他のところにも、全体入ってます。中でもイオンディテールのところはポリオフラグシップしてるって感じですね。マックスバリューのところは、これとは違って自分のところで開発してると結構、前に持ってきたりしてる傾向がありましたけど、かなりね、高級な感じですね。1本1490円のね、やつがトンと来てますよということで。で、さらにそれのハーフ、9センチですかね。18センチが大きいやつなんで、コンビニの場合はね、13センチ、9センチで、こっちの方が18センチあるやつなんで、ハーフがあって753円という形ですね。で、さらに、回線、小回線フォーマキということで、これはかなり回線がしっかりと入ってるやつですね。これも、何か寿司吉武さんの監修でしたよね。で、しめこはだに、エビに、醤油漬け、いくらに、煮あがく、サーモン、漬け、かずのこ、マグロ、たたき、かんぴょん、きゅうり、卵焼き、ひわまつ、しょうかとしっかりと入ってるやつで、1944円ということで、これがフラッグシップ。この2つが、フラッグシップで作るという形ですね。ですから、結構、値段としてはやはり、しっかりとある感じですね。1990円と1944円ですから、料金から距離とかですね。うん。で、ハーフもありますと。1508円という形ですね。で、さらに、次が、こだわりサバを使った太巻きということで、実はね、ラインナップは、結構ゴロッと変わってます。なんで、結構、ほぼほぼ1回打ち直しになったんです。結構大変だったんですけど、お気づきだと思うんですけど、長いですね、今回も。で、こだわりサバを使った太巻きって、これはもう、サバの海苔代わりにね、ぐるっと前で巻いてる形でして、姫さんはドーンと使って、みょうがば漬けで、かんぴょう、バッテラ、昆布。それから、昆布巻きみたいな感じになってるんですね。中巻きに、裏巻きみたいな感じで、昆布が入ってるのかな、っていうような形のやつになってみたいなんですけど、これは5400円ということでね、結構、高級な感じのあれになってますよね。で、さらに、次に、中古、現場が欲しいんだけど、次は一種二本セットっていうことで、この1番ですね、1番、3番の組み合わせのやつですね、が3240円でありますよ、ということです。さらに、ちょっと少ないですね。で、ハーフ2種セットっていうのも、この2つですね、キバムと、ショックの二本セットで、この2本セットで、ハーフだと1760円と。いうようなお得になるやつも用意してますよと。うん。で、さらに次が、当店自慢の小福恵方巻きセットっていうのが書いてあります。これがセットで4本セットになってるやつですね。さっき言いました小福海鮮恵方巻きに、極みの太巻き。これプラス、マグロたたきの太巻きに、キンパの太巻きが4分の1サイズですから 4.5 センチっていう、短めのね、やつで発送っていうよっていうのがありますよ。これが、1490円と。4円ということですね。さらに丸かぶり中巻きで4種セットというのもあります。これも半かと、中巻きなので幅がね、かなりちっちゃめになってます。横が 3.5 センチということなんでね、かなりちっちゃい細めの中巻きですからね。ノーレスの、94という形で、それから、4種類入っているんですね。これもマグロたたき中巻きに、サラダ中巻きに、サーモン中巻きに、ヒレガス中巻きと。っていうようなセットのやつ、セットってどんどん来る。まあやっぱりミニストップに見られた時にもわかるように、結構イオングループはセット売りを結構重視してるんだなってことですね。さらにその次がバラエティ巻きファミリーパックってことで、いわゆるファミリーパックって言ってでっかいおけにね、ドーンと入ってるってもう用意してますよということで、また、この世代とかね、ちょっと初めてなんで、あれでしたけど、うん。あれが5400円ということでございます。なぜかこれすっげえでかいやつなんで、これ最上位価格に含むのにどうしようかなと思ったんで、一応参考価格って形にしようかなと思ったんですけど、まあ、後々その不満は、どうでもよくなりますということでございまして、マグロたたき太巻きに、北海道産、こだても楽しむ海鮮太巻き、マグロたたき、プランテッカの中巻き、マグロの中巻き、サラダ中巻き、サーモン中巻き、ヒレ巻き中巻き、醤油漬けでいくらドーンと乗ってるやつで、まあぜひね、図を見てもらうのがちょっと悔しいと思います。いわゆるオードブルみたいな感じでドーンとあるやつですね。があります。これ5400円。さっきから結構ね、いい値段がずっと続くんですよね。で、さらに、三宅サーモンのカラフル太巻きっていう形で、サーモンのやつが入ってきます。これは本当に新規ですね。全部新規の形でなってるんで、これもまたサーモンが、で、くるっと巻いたみたいな形ですね。で、
これが2786.44で、普段もね、66ありますんでね、かなり分厚いです。サーモン、大根、水菜、卵焼き、大葉、きゅうり、カジノコのバラコに白ごまを入れると。で、さらに筑前会の、この辺りは全部ね、一本オンリーで、18センチのオンリーで、筑前会の天然バレーの皮を指板に彩りふとのしっていくという、また、なんか、結果なんか、イオングループさん結構ね、この本格的なやつには、いろんな名前をずらーっとつけるっていう傾向がありますけど、フランス料理みたいな感じでね、ありますよ。今後ね、今回も、この後ずっと続きます。結構タイピング大変でした。1786.44円で、マダイや、卵焼き、大根、水がキュウリにいたり、ポン酢とかが入ったのがあります。他のところでちらっと言ってるはずなんですけど、マダイがね、結構ね、原価が上がってるみたいで、なかなか最後ね、ラインナップからね、外すところも多いという傾向を見られる中で、しっかり入ってきてるとかですね。で、さらに次が、福井甘エビの糸取りと思ってた、甘エビのやつがトーンと。甘エビ、人参、水菜、ネギ、スカルのところですよ。ここが入ってますよ。とね、さらに、長崎のイサキの皮目も、香ばしく炙った太巻きというのが入ってきます。これはまた1940年、1994年、ここでこの人たちね、イサキとかね、マサキ、人参、水菜、大葉で巻きつけてね、あります。ちょっと、だんだん大きすぎたと思うと多いんですけど、下もずっと続くんですよ、まだ。で、フィッシュ、プライドフィッシュ、洋酒セットプラが入っていきます。この高級なね、洋酒セットを全部、4分の1カット、ですから9センチ、長さ 4.5 センチか、にまとめたっていう、ですから幅の方がもはや広いというね、バラエティセットが全部14.4円で用意されてます。それぞれ1周ずつ入っているやつですね。4.2で、セットになっているやつがあります。さらに、これは、みんなに食べてバラエティ、ダモリセットとか入ってきます。これがね、1万800円ということで、一番高いやつになってたんですけど、いわゆる札盛りに、もうドカーンと、お寿司と、もうカニがぐしゃんぐしゃん乗ってるっていう、すごいやつですね。が入っていますという形でございますね。ぜひ、写真を、カタログにしてみてもらうのが一番早いと思うんで、ぜひそっちを見てもらったらと思うんですけど、これがね、まあ、おけのサイズが48センチです。20センチってことで、入ってますね。キュウリ太巻きとか、マグロたたき中巻き、サラダ中巻きっていう、結構ベーシックな中巻きのところに、さらにサーモン、サーモン中巻きとか、ヒレが中巻きとか、そうかな。で、そこに本マグロの厚揚げとか、イカとか、サーモンとか、アマルというか、ベニズワイカニのフレークやら、エビやら、表示テイクだやら、ガスのことか、ゾカーンと上に乗っかってるっていうのはすごいもう暴力的な作品ですごいです、っていうのがあります。でさらにこれが1万800円とかですけど、じゃあその下に普通の太巻きで1万800円っていうとんでもないのが入ってきます。こだわりの食べ方でカニを楽しむ太巻きセットということで、カニを贅沢にもうもりもりまくった結果1万800円になったっていうとんでもないやつがあります。1本です、これ1本で今発表で、ズワイガニの棒肉に、ズワイガニの爪に、ズワイガニのフレークに、水菜、チンチ卵、醤油漬けいくらい、大根、大葉、タズノコ、バラコ、白子、まあ、カニとも、これ、ズワイガニのクリームソースとかで、サラムじゃないですね。かなりしっかりとこだわって作ってるとか、もうね、寿司の中には乗り切らないんで、もう、オーバーフローしています。なんかもはや、オーバーフローの方のが面積取ってますね、頼むの。っていうぐらいすごいやつがあります。気なくてちょっと、ぜひ写真チェックしてみてください。はい。ってのがあるよ。で、さらに、まだまだあるんです、これ。18。車エビとベースバイザニを楽しむ、贅沢海鮮とおりで、これはもう、車エビを乗り換わりにくるくる巻いてきてます。もうすごいっす。もう、暴力的なやつが続きます。2786円ってことで、車エビ、ベースバイザニ、ウレコ中で、キッチャも数の子もなく、一緒ごまとか。で、さらに香ばしく焼き肉を楽しむ贅沢太巻きって、これ牛シリーズのやつの豪華版が出てきます。これはなんとその牛焼肉を、で、を乗り換わりにぐじぐじ巻いちゃってます。ああ、もう、なんてことだっていうので、中にも牛肉もぎゅうぎゅう詰めっていうとんでもないぎゅうぎゅうです。2786.4円。牛焼肉、卵焼き、塩、ごま、乾燥パセリ、リフレッシュ、タレということで、これはすごい食べ応えがありそうです。
これで666、18歳ですかね、でかいでしょ。で、さらにありますよ、ありますよ。ここからちょっとバラエティな、フォーマットが入ってきます。一応、ここら辺がベーシックフォーマットというような気合いらしいんですけど、ただ、解説巻きなんでね、その完全太巻きなんですけど、北海道産豚肉と海鮮豚巻き、ホタテが入って、ホタテマグロ、カズノパラコとかが入ってるやつ。で、サーライサイのハーフ、537、1058、537、この組み合わせでずっと来ます。ちょっと、料金のここから省いていきます。さらにさ、またサーモン、サラダ太巻きっていうのが入ってきて、このサーモンとはこれでたってきまして、マグロたときの太巻きが、マグロたときのやつでありますよと。で、さらに、こだわりチェッカーの注文ということで、まあ、いわゆるチェッカー巻きですね、マグロ、ね、とかありますよ。さらに、これは1990円。で、さらに、はみ出しにある、これはでハーフはなかったです。はみ出しにある、なると、卵の、和風普通巻きのが入ってて、200円のワンクルとかでなっていうのがありまして、これが1058円と。で、さらに、こう、まあ、カオープラ、カオルでしたけど、頻発フルーツのやつがね、言うなると1058円なんで、そこら辺も同じのバーフでありますと。いうことで、なんと合計今回40点までアイテム増やしてきました。大変だよ。緊急で作ろうと思ったら、こんなにもアイテムもありましたからね。紙のカタログじゃなくて、ずっとスクロールなんで、なんか、どんだけ売ってても、どんだけ売ってても、スクロールが下に下がっていかねえなっていう、すごいことになってました。で、こういうラインナップでしたということで、まあ、かなりね、特徴的でしたよ。他のところと比べると。まあ、実際ちょっと比較をしてみると、こんな感じになりました。あ、いいか、シリーズ的なもん言ってるから、出しちゃっていいのか。リュートラとかはね、それにやってるんで、ちょっと、ホークソーがね、全国すると思いますよ。こんな感じになりますよ。ということで、やはり高級飛行すごいですね。1万800円ドンときますと。で、フォーマッキーも今のところ最高額ですね。実はマルチューさんの、絵本、解説絵本、絵本よりも、高い1058円という設定で来ましたよ。これはどこを、あれだかな、バラエティの絵本巻きのところだと、一応、参考価格という形にしたのかな。このあたりですね。ニャーナコとタナコのワフルトンク。このあたりが一応、まあ、飛行機一番近いのかなということで、このあたりを参考確認しまして、1058点というふうにしました。恵方巻きっていうクラシックな感じで売ってるのがないんですね。で、最初のことは537円。まあ、ハーフマンの兼ね合いで、一応この価格されるのもありますよとかですね。アイテム数は圧巻の30アイテムです。大変でした。しかもほぼほぼ新規だったんで、前回の去年のやつと比べると、その高級店とも全部入れ替わってますんでね。で、しかも、文字数も長いし、行数も長いんで、まあ大変だ、これはということだったんですが、30アイテム。セット販売が8。まあ、全て多いですね。10センチ未満のハーフサイズのやつも10があって、18センチ以上のちゃんとしたサイズのやつも14ということで、もうとにかくかなりバラエティに飛んでいいというところです。4.5 とかもありましたからね。という、すごい。ラインナップでございました。で、ここに書いてあります。1月27日締め切りなんですけど、1月10日までなると、これがさらに早速になるということなんで、この辺りバイチェンのやつね、ちょっと高級なやつやったとか、ああいうもの強いんで、この辺りのやつ、早速使ってもらうとさらにね、より遅くになりますんで、気になる方はちょっとお早めにね、ネット予約もできます。リンク貼っておきますので、そちらから、チェックしてもらったらいいんじゃないかなと思います。ということで、今回はね、ちょっと取り急ぎなんで、ここら辺でパッと締めさせてもらって、またこの後はね、ミュートランバックス残留が、後日入ってくると思います。そちらも楽しみにしていただければと思います。ということで、この中これぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。